関東地震。関東地震は、1923年9月1日に、南関東を中心に発生した、巨大地震であり、関東大震災を引き起こしたことで知られる。関東大地震、関東、魚大地震、関東大地震とも呼称される。なお、元禄16年、1703年の地震も、本地震と類似のメカニズムで起こったと考えられており、 本地震を大正関東地震1703年の地震を原禄関東地震と称する場合もある。また、これらの地震は相模トラフのプレート境界に沿って発生したと考えられており、相模トラフ巨大地震とも総称される、この相模トラフ沿いで発生したと考えられている巨大地震も一般に東地震と総称することがある。本地震のメカニズムは、 金森のモデルによれば、震源域は、三浦半島の延長線方向の相模トラフの走行に並行する、右横ずれの低角逆断層とされる。竹村正幸も、P 波の初動分布による、震源メカニズムは、金森が指摘する通りフィリピン海プレートの沈み込み、方向から判断される北北東に34度傾斜する不面が断層面と考えられ、 横ずれ成分を多く含むことを指示するとしているが、移設もあり解明には至っていない、後日、地震調査委員会は、発生要因をフィリピン海プレートの沈み込みによって生じた、プレート境界での米プレートの跳ね返りとしている。一方で、フィリピン海プレートと本州側のプレートとの力学的境界はすでに、ゼニス付近にあり、地質学的時間スケールでは、 駿河トラフ沿いで起こるとされる想定東海地震も、本地震もプレート内地震となるとする見解も出されている。地殻変動による推定から、震源断層は湘南地方の内陸部各まで及んでいると考えられており、小田原付近の揺れが最も激しかった。東京都で震度六を観測した地震だったが、この関東地震を最後に、二千年の三宅島の噴火による。 火山性の地震を除けば、東京都内では、震度6弱以上の地震は発生していない。大正12年、1923年9月1日午前11時58分32秒に、関東地方南部を震源として発生した地震である。当時の地震学者である、石本美塩は、東京本郷の加速度を300ガル程度であったと推定している。また、 東京横浜の山の手での卓越周期は0.3秒であったと述べている。この揺れは約9 0 0 0トル離れたウィーンのオーストリア気象庁でも観測され、同庁が世界にいち早く関東地震の発生を報じたとれている。この地震の信号の位置は研究者によって見解が異なっている。主な説は川角広史により 本地震のマグニチュードは7.9と推定されたが、その根拠は東京の震度を6とし、震央距離を1 0 0トルと仮定したものと思われている。坪井も7.9が妥当としているが、日本国外の地震波形を用いて解析すると M8 以上となる傾向があり、表面波マグニチュード水8.2、水8.3などが報告されている。竹村正幸。 池浦智則、野沢隆は、秋田、仙台、長崎など7カ所の今村式共振系の記録データをもとに、m j イコール8.1プラスマイナス0.2と推定した。ただし、従来から用いられている M7.9 は、決定精度誤差の範疇であり妥当であるとしている。この結果は、当時の観測記録で振り切れていない完全な記録をもとに評価したものであり、 中央防災会議の災害教訓の継承に関する専門調査会における平成18年7月の報告書1923関東大震災報告書第一編に掲載されている。金森博はモーメントマグニチュードを MW7.9 とし、なめがやらは MW8.0 と推定している。中央防災会議の首都 直下地震モデル検討会による対象関東地震断層モデルでは MW8.2 と見積もられており、同検討会はこのモデルの方が地殻変動や津波の高さの再現性が良いとしている。1923年関東地震の断層モデルは金森のほかいくつかが提唱され、いずれも右横ずれの定格逆断層を主としているが、 観測データが不十分であるため決定版は得られておらず、また多重震源と思われるが本地震の真相は完全には解明されていない。今村は地震波の記録から本地震は3つの異なる発震点から始まった多元地震であるとし、第一元は相模湾中央、第二元は丹沢山地方面、第三元は再び相模湾の小田原沖に戻ったとした。 また、陸地測量部による精密測量の結果から、断層線の西部は南より、東部は北下りであり、北極部大地震に伴う地形変動とした。北アメリカプレートとフィリピン海プレートがずれ始めた後、破壊は40秒から50秒かけて放射状に広がり、北は現在の川崎市の地下 35km、南は 現在の立山市の地下5キロメートル、東は暴走半島端にまで広がり、全体で長さ1 3 0トル、幅7 0トルの岩盤、断層が平均で2 1メートルずれた金森の断層モデル。竹村らは今村式二倍強神経の解析や体験談から特に強い揺れを生んだのは破壊開始から数秒後に、 起きた小田原秦野の直下での岩盤破壊、第一イベント、第一震と、その約10から15秒後に始まった、三浦半島の直下の破壊、第二イベント、第二震であり、多重震源地震としている。これは、震源に近い地域では、地震計の針が振り切れてしまっており、正確な揺れの様子不明であるため、体験談をもとに、大方の揺れの様子の推定を試みたものである。 1> 第1イベントに近い小田原では揺れ始めてすぐに上下水平の強い揺れが遅い10から20秒間くらいやや弱まった後再び強い水平道が襲ってきた。第2イベントに近い鎌倉や藤沢では最初の揺れはやや弱かったがしばらくして強い揺れが襲ってきたという。東京でも例えば中央気象台の地震係であった。 中村サイモン太郎の体験談では主要道の途中、震動方向が南北から東西に変化したという。これら二つのイベントが組み合わさっていることから、双子の地震や二つの地震の組み合わせなどと呼ばれることもある。中央気象台、現気象庁による観測では、最大震度は東京などで、震度6であったが、当時は震度7の階級は設定されておらず、被害状況から、 小田原など、相模湾岸及び、房総半島南部で震度7に達しと推定されている。また東京においても、砂町や羽田などの東京湾沿岸や三河島など、内陸で震度7に達したと推定されている。1923年関東地震震度分布。地震の数分後、太平洋沿岸地域から伊豆諸島にかけて津波が襲った。この地震によって、 上磐の北米プレートが南東方向にフィリピン海プレートにのし上がり、暴走半島南部で隆起、タンザー山地など内陸部で沈降した。この沈降により、タンザー山地では土石流が発生した。原独地震でも同様の地殻変動と思われる記録があり、また、暴走半島南部には大正関東地震、原独地震及びそれ以前の地震の際に隆起したと、ミラル、 海岸弾球が発達し、現禄地震による弾球は特に段差が大きい。房総半島の内震源に近い南部地域や、相模湾に接する三浦半島全域、相模湾北岸、現在の江の島がその例であるなどで地盤の高しが確認され、東京府南葛飾郡地域では地盤の沈降が確認された。流起や沈降量は陸地測量部及び、 海軍水路部による測量結果から推定された。流気、人口量は以下の通り、以下は本震発生以前の近い時期における関連が指摘される地震の記録である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。